どうも、伊丹179の駆け足です。今回なんですけどもね、なんと、コラボ動画です。はい、コラボです。で、誰とコラボするかなんですけど、なんと、ゆっちゃんとコラボします。はい、ゆずピックのね、ゆっちゃんですよ。まあ、ご存知の方もいるとは思いますが、私とね、ゆっちゃんはね、マブダチの仲なんですよ。ゆっちゃんって結構人見知りする方で、特にね、男性の方が苦手なんですけど、私にはね、全く緊張せずに接してくれるんですよ。それほど仲いいです。で、今回ゆっちゃんと何するかなんですけど、スポーツテストをやります。はい。スポーツテストですよ。短距離走、遠投っていうのはボール投げね。と、あと、立ち幅跳び。はい。この3種目をね、やります。その3種目のね、対決ということで、やっていくんですけど、先に言っときます。私がね、圧勝します。はい。圧勝しますよ。私はね、スポーツテストで学校1位の実績があって、足の速さはもちろん、遠投でもね、100メートル超えるんですよ。まあ、あんま言ってもわからんか。その辺の野球部よりかはね、全然投げます。それほどね、肩の強さにも自信があるし、足の速さにも自信があるし、もうジャンプ力もね、全部自信があります。それほど自信があるんで、まあ、ゆっちゃん、ボコボコにしようかなと思います。マブダチなんですけどね、仲いいからこそ、手加減なしでね、やろうと思うんで。まあ、これまで過去にも、ゆっちゃんとはね、競争というかね、かけっこ対決何回もやってきたんですけど、なんと私、全敗なんですよ。全部負けてるんですよ。ゆっちゃんに勝ったこと一回もないんですよ。原付きより足早い私でさえ、ゆっちゃんには勝てないんですよ。まあゆっちゃん、負けず嫌いで、負けたらね、泣くんすよ、めっちゃ。大号泣するんですよね。なんで、泣かれたら困るから、これまでね、わざと出加減をして負けるっていうね、感じでやってきたんですけど、今回は真剣勝負ということでね、全部本気でやろうと思います。やっぱり大人の厳しさをね、教えないとあかんなと思うから、今回ね、全力で勝負しようと思います。あとゆっちゃんね、なんと3月5日にね、誕生日を迎えたんですよ。ゆっちゃん、4歳になりました。はい、おめでとうございます。ゆっちゃん4歳です。もうお姉ちゃんですね。なんでね、ゆっちゃんが大好きなね、ぬいぐるみを買ってきました。こちらね、貼っときます。これゆっちゃんめっちゃ好きなね、ぬいぐるみなんですよ。ハギーワギーって名前のね、ぬいぐるみなんですけど、動画の最後に、ゆっちゃん、誕生日おめでとうって渡して、まあ、ゆっちゃん僕にね、乾杯すると思うんで、負けたよって悔しい時に、俺がそのプレゼントを渡しておめでとうって言って、まあ、お互いね、ハッピーエンドってことでね、僕はまあ、ゆっちゃんに買って嬉しいし、ゆっちゃんプレゼントもらって嬉しいっていうね、ウィンウィンですよ。そんな感じでね、やっていくと思うんで、それでは、レッツ、ショータイム。じゃあぶっ倒します。それでは公園に到着しました。この公園でゆっちゃんとねスポーツテストやっていきたいなって思います。まあ、3番勝負やるんで短距離走と遠投投げるやつねとあとはね立ち幅跳びやっていくんで分かれていきます。それではねゆっちゃんに登場してもらいます。ゆっちゃーんおいでー。今からね3番勝負やるからこれとかけっことボール投げあと最後はジャンプしてどっちが飛べるのかっていう対決をねやっていきます。頑張ろう。ゆずピックゆうちゃん絶対勝つよね。近い絶対勝てる。負けない？負けない。いくで。よーい、ドン。皆様、申し訳ございませんでした。本当はね、スタートからぶっち抜いて勝とうと思ったんですけど、過去のね、ギャン泣きされたことを思い出して。ゆっちゃんに嫌われたくないなと思ってそれでも負けるのは嫌だったんでね同着にしましたね。どっちが勝ったっけ。ゆっちゃんな。やっぱりなんかなんやろ、つま下げられてんねんな。何が残りの2種目で力の差をね見せていきたいと思うんで、元スポーツテスト学校1位なんでね、その力をね。今負けてたからな。いや、まあ今のはちょっとしゃあないやんか、だって泣かれたら変わるし。ゆうちゃん、ゆうちゃんボール投げも勝てる？勝てる。竹味は？強くない。強くない。余裕やな。ゆうちゃんボールどれ投げる？いいよ、全然選んでいいよ。そんぐらいハンデあげないと。どれがいい？これ、サッカー、野球ボール。わかった。じゃあまずゆっちゃん、遠くに投げて、遠く。見本見してあげたら。見本、遠く投げ、遠くね。こうやって、こうやって投げるの。どっちが遠くまで投げれるかやって。まずゆっちゃんから。おお。結構飛んだ。すごい。怖いな、ここ。よし、次かけはちやな。じゃあ俺がこれより投げたらいいな。もっと遠投 100m 投げるんで、その辺の野球部で形良かったから、その力をね見せていこうかな。え、後ろ行ったな。あ、教えてください。こういうことよ、要は。いや、ちゃうよ、ちょっと投げる前にさ、ゆっちゃんと目が合ってんけど、力がやばかった。分かってるよなみたいな。お前分かってるよなみたいな。そう、無言の圧みたいなかけ合ってて、これはしゃあない。だから最後ジャンプ、立ち幅跳び、それで挽回していこうと思うんで。ゆっちゃんジャンプ得意のジャンプだって。ジャンプ得意だよ。得意得意。まあゆうた全部得意やから、今のところほら全勝してるし。いきます。え、何あれ。え、めっちゃ体屈そうやで、ゆずき。ゆうちゃんどちらかった。ゆうちゃんの勝ちやんな。スポーツテストをやります。その3種目のね、対決ということでやっていくんですけど、先に言っときます。私がね、圧勝します。まあ、ゆうちゃん、ボコボコにしようかなと思います。ゆうちなんかさ、かけはし後ろになんか隠してるんちゃう？なんか持ってない？相手の後ろに。何持ったの？ゆっちゃんになんかくれるんちゃう？ゆっちゃんさ、この前4歳になってんな。3月5日。ゆっちゃんの誕生日です。そんなゆっちゃんになんとプレゼントを持ってきてます。